こんなシャレた店で飯なんて初めてだぜ。まあたまにはいいんじゃないのか。いい匂いがプンプンするな。そうだな。なれねえもん食って腹壊すなよ。それお前だろ。こんな店にこんなメニューあったか。なんか期間限定でヨーロッパからシェフが来てるらしいぜ。今だけ本場の料理が食えるんだとよ。おう、何食おうかな。メニューに写真がねえからよくわからん。じゃあ俺は本場サーモンのマリネ、海の妖精仕立て、キャビアを添えてってやつにするぜ。お前それ何が出てくるか分かってんのか。そもそも何て言ったのか分かんねえよ。なんだとてめえ、もういっぺん言ってみろ。お前が言ってみろよ、さっきの注文よ。だから本場サーモンのマリネ、海の妖精仕立て、キャビアを添えてって言ってんだろ。やっぱ分かんねえよ。そりゃてめえの耳がおかしいからだろ。桐生さんならわかるよな。ああ。本気モードの藤波、冬の津軽海峡仕立て、荒波を越えてだろ。え、俺全く意味がわからねえがよ。なんか強そうじゃねえか。全然ちげえよ。何一つあってねえ。なんだよ藤波って。お前が言ったんだろ。言ってねえよ。たくもういいぜ。だいたいお前らにだけは聞きづれえとか言われたくはねえんだよ。お前らだっていつも何言ってんだか分かりゃしねえじゃねえか。そんなことはねえよ。じゃあ天竜、そのメニューにあるシェフの一言読んでみろよ。お安い御用だ。皆様の心を震わせられる料理を目指しております。前菜からデザートまで断りの素材を使い、美味しさと笑顔の絶えないお時間を提供いたします。大切な人との素敵な思い出になりますように。なあ。なあじゃねえよ。全然わからんわ。シェフの気持ちが何も伝わってこねえぞ。それはお前らがこざれたコメントに慣れてねえからだろう。桐生さんにはちゃんと聞こえてたよな。え、じゃあシェフの締めの一言言ってみてくれよ。大切な人との素敵な思い出になりますようにだったか。そうそう、大正解だよ。マジかよ。桐生さん、こっそりメニュー見てねえよな。見てねえよ。なんで素直に信じねえんだよ。あんなの普通聞き取れるか。まあ伝わりにくいコメントを載せたシェフも悪いな。そんなことねえよ。いや悪いのはお前の滑舌だろ。シェフのせいにすんな。ああ黙って聞いてらすくほど言いやがって。何言ってんだか分かんねえのはお前もだろ。おいおい、お前らと一緒にすんじゃねえよ。じゃあお前早くす言葉でも言ってみろ。そうだな、ちゃんと言えりゃ文句はねえ。なるほどな。たく仕方ねえな。よく聞けよ。カエルピョコピョ、カエルカエルミョコ、ん、カエルミョコミョコミョコピョ、まあ言えないなこれ。お、なんだって。どうだ。いやどうだじゃねえよ。全然言えてねえじゃねえか。うるせえ。これ案外難しいんだぞ。そんなん言うならお前ら早口言葉言えんのかよ。どうなんだ。いいだろう。生麦生米生卵。甘がみ赤がみがみきまぎまぎ。
青巻紙、赤巻紙、木巻紙、青巻紙、赤巻紙、木巻紙。言えるわけねえだろこんなもん。早く言えりゃ偉いのか。おい、てめえさっきと言ってること違うじゃねえか。うるせえ。まあまあ落ち着けお前ら。そうは言ってもよ、キリュウさん。よし、俺が手本を見せてやろう。え？いいか、よく聞いてろよ。これが本当の早口言葉だ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。すげえ。しっかり聞き取れるぜ。くっ、やっぱキリュウさんにはかなわねえな。俺たちもまだまだのようだ。そのようだな。だがこのままじゃ終わるね。次こそきっちり言ってみせるぜ。ああそうだな。とりあえず今はちゃんと料理を頼まねえとな。すいません。あのマリネのなんとかか。あんなのお前注文できるのかよ。おう大丈夫だ。いい顔つきになったじゃねえか。これをください。言わないのかよ。ああ、